おはようございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日はカツオ糸削りです。主に料理のトッピングとして使われます。特に注意するポイントは鼻の厚みです。主に料理のトッピングとして使われますので、料理の上に乗せた際ふわっとするような形状にするためにもしっかりと厚みを調整していくことが大切です。はい、今日使用する原料は国産のカツオ血合い抜きです。血合いもしっかりと取れており、サイズも大きく綺麗なコシのある花が削れそうです。次に花の厚みを確認していきます。狙う厚みは30ミクロンです。30ミクロンぴったりです。コシもあり綺麗な花が削れてます。次に水分の確認をしていきます。15% ぐらいになっています。バッチシです。最後に花の形状を確認していきます。粉っぽくなく厚みもバッチシです。ボリューム感のある綺麗なトッピングになりそうです。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。